白金駅は、岐阜県関市下白金にあった名鉄美野町線の駅。2005年4月1日をもって、美野町線が廃止されたため、廃駅となった。岐阜方面から当駅を終点とする列車が1、日数本存在した。旧駅前には、関市内巡回バス若草、小金電線の長谷部商店前バス停がある。美野町線の前身である、美野電気軌道の駅として、 路線が開業した1911年に開設された。1955年頃からは無人駅となっている。無人駅でホームは低小相対式の2面2線。関方面は1線スルー。岐阜方面ホーム上にのみ待合所がある。各ホームへは駅すぐ東の踏切から入るが、ホーム同士も線路を渡る通路でつながっている。駅西方600メートルで、 長良川の支流である、津保川を鉄橋で渡っており、美濃朝鮮撮影の名所だった。国土地理院2.5万地形図、岐阜北部、1992年修正版。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。関市内循環バス路線図。関市。 2020年12月3日閲覧。AB、岐阜のチン,チン電車岐阜市内線と美濃町、伊ビ谷組線の85年郷土出版社、1997年、219から230ページ、ISBN4 から876700974。AB、岐阜線各線停車場一覧美濃町線、P143。AB、今尾啓介。 日本鉄道旅行地図帳7東海新庁舎2008年51ページ ISBN 978から4から10から79万25から8名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道100年市名古屋鉄道1994年880ページ廃線路線主要駅の混着身の挑戦 P106 電気車研究会 鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月臨時増刊号特集名古屋鉄道富津、名古屋鉄道路線略図ありがとうございます